こんばんは、高瀬俊介です。動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントやいいねボタンを押してくださっている方、いつも本当にありがとうございます。個人鑑定につきましては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらからご確認いただけますと幸いです。今回のテーマは、 お相手の本音から見てですねなぜあの人は私を見ようとしてくれないのかというテーマで、えー、リーディングを行っていきたいと思います、えー、あなたが今気になっているお相手の方がなかなかこう自分に振り向いてくれないといった時にですね、まあ、それは一体なぜなのかあどういう気持ちを自分に対して抱いてくれていらっしゃるのかっていうことをですね、えー、今回は見ていきたいと思います で今回もですね、えー、カード2つご用意しておりますので、どちらかですね、お好きなカードをお選びいただければと思うんですが、左を A、こちらを右をですね、B とさせていただきますので、えー、どちらかお好きなカードをお選びください。 それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますのでどちらかカードを選びいただければと思います、まあ、どうしても選び,取れない選びきれないという場合はですね、まあ、両方の動画を見ていただいて、まあ、自分に合うです、ね、内容を選び取っていただけたらなというふうに思いますそれではどうぞ カードをお選びいただけましたでしょうかそれではまずはじめにこちらの A をお選びいただいた方からリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいそれではまずはじめに A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思いますよろしくお願いいたします、えー、今回のテーマはあの人の本音から見るなぜ、えー、お相手はあ私のことを見ようとしてくれないのか あなたが今気になっているお相手の方がなかなかあなたにですね、まあ、振り向いて、えー、くれなかったり何、えー、かこう気持ちを返してくれないといった時になぜ、えー、自分のことを見てくれないんだろうっていうことですねまあそのお,、まあ、お相手の方がなぜ振り向いてくれないのかその理由であったり今あなたに対してどんなことを、まあ、思っていらっしゃるのかっていうこともですね、えー、合わせて見ていきたいと思います で今回、えーまあ、こちらの6枚のカードと、まあ、1枚のカードを用意しているんですけれども、まあ、この6枚のカードがですね、いわゆるお相手の方の、まあ、本音を表しておりまして、えーまあ、ここでですね、えーまあなたを、まあ、なぜこう見てくれていないのかとかですね、まあ、あとは今あなたに対してはどんな気持ちを抱かれているのかということも見ていきたいと思います。まあ、そのためカードとしては上と下3枚ずつ分けておりまして、上の3枚のカードは、まあ、あなぜですね、えー、あなたのことを まあ、今見てくれていないのかっていうその理由を表しております。え対して下の3枚のカードは えー、あなたに対して今抱かれている気持ちを表しておりまして、今どのような、ま、ことを思っていらっしゃるのか、あなたに対して思っているのかっていうことをこちらでは見ていきたいと思います。で、最後、こちらのカードにつきましては、まあ、あなたがですね、えー、明日一日を幸せに過ごす上でのアドバイスですね。まあ、望みのものを手に入れたり、理想の未来をつかむために必要なアドバイスを伝えてくれておりますので、まあ、こちらのリーディングが終わった後に見ていこうと思います。なので、まあ、ぜひですね、最後まで、えー、ご覧だ いただければと思います。はい。えー、それではあですね、早速 A を選びいただいた方のカードを見ていきたいと思います。はい、えー。ちょっとカードの位置を直しながらそれぞれのメッセージを見ていきたいと思います。 はい、えー。じゃあ、ちょっとですね、まあ、カードのメッセージを見ていきたいと思いますので、少々お待ちください。はい。はい。えー、それではですね、えー、早速見ていきたいと思います。 で、えー、まあ、改めてですね、えーまあ、上の3枚のカードが今、あ,あなたに対して、えー、なぜこう振り向けないのか、その理由を表しておりまして、下の3枚のカードは今、あなたに対して抱かれている気持ちを表しているんですけれども、えー、まずですね、まあ、今回出た結果を見させていただいたところといたしましては、今、お相手のですね、まあ、頭あの中にですね、まあ いろいろこう気になることがたくさんあるのかなっていうのが、まず見て取れます。で、その中で今自分がどれを選び取るべきなのか。 ということについてすごくこう、まあ、迷っていらっしゃると言いますか、まあ、悩んでいらっしゃるなっていうのも見て取れますので、まあ、そこが関係していてなかなかあなたに対してこう向き合えていないのかなっていうのがまず一つただあなたに対する気持ちのところを見るとすごく良い意味を表すですねカード。 が出ているので、まあ決してあなたに対しての興味がなくなったとかっていうわけではないのかなと思います。まあやはり先ほどもお伝えした、ちょっとこう気になることがあなたに対するまあ気持ちをこうセーブさせているっていう風なことがですね、まあ一番近いのかなとは思いますので、まあそこが関係して いるせいで、まあ、あなたに対する、まあ、時間を作れなかったり、まあ、向き合う、時間が作れなかったりっていうことにつながっているのかなとは思います。まあ、それぞれのカードをですね、もう少し詳しく見ながら、掘り下げていきたいと思います。えー、まず上の3枚のカードですね。えー、お相手の方がなぜあなたに、まあ、振り向いてくれないのか、私のことをこう、見ようとしてくれていないのかっていうことから見ていきます。 で、こちらについてはですね、先ほどもお伝えした内容の、まあ、振り返りもあるんですけれども、まずこちらのカードから見ていきたいと思います。 こちらのカードですねこちらのカードは抜かりがないということを表すカードになっているんですがこのカードはですね心理状態としては湧き起こる不安とかあとは心配のようなものですねそういった気持ちが湧き起こってきているとかあとはそわそわして落ち着かないということでいわゆる目の前にお相手の方の今目の前にたくさんの不安とか心配事 そうですね、いわゆる懸念がたくさん横たわっているっていう状態を表すカードになっております、まあ、そのことから今あなたのことだけを考えられるっていう状態ではなくていろんなこと特に、えーまあ、その頭を悩ますようなことですね、えー、出来事が今たくさんですね、えーまあ、目の前に立ちはだかっているといいますか、まあ、お相手の方としては今抱えていらっしゃる状態で何からあこう まあ取り組んでいこうかというか、まあこの目の前にたくさんのお、まあ、不安な出来事があ,あるせいでですね、なかなかこうしょ将来と言いますか未来に対して、まあ、ポジティブな、まあこのイメージが描けていないっていうような状態も、まあ、こちらのカードから読み取ることができます。そういった意味では、まあ、少しですね、まあ精神的にもお、まあ、疲弊されている部分も、えー、あるのかなっていうのがこちらのカードから見て取れます。 で、そのようにですね、たくさん今目の前に懸念すべきことがですね、横たわっているっていう状態の中で、次のこの真ん中のカードを見ていくんですが、こちらのカードは自分と向き合うとかですね、あとは深く考える、時間をじっくりとって考えるとかも表すカードではあるんですが、これが先ほどもちょっとお伝えしたりまり、たくさんのですね、この物事の中で、その まあ、いわゆる不安なことがたくさんあるとやっぱり人間こう気持ちとして落ちて落ち込んでしまうと思うんですけれどもその辛い状況を抜け出すためにはじゃあ一体何から取り組むべきなのか今自分は何をするべきなのかっていうことをすごくこうまあ、一生懸命考えていらっしゃるのかなっていうのがこちらのカードからは読み取れます。まあ、そういった意味で、えーまあ その中にですね、まあ、あなたとの、まあ、関係性も入っているのかなとは思います。まあ、決してあなたとの、まあ、関係についての、こう、不安を抱かれているっていうわけではなくて、その考えるべき、まあ、要素の一つとして、えー、あなたとの関係のことも入っているでしょうし、また別のこともいろいろですね、まあ、抱えていらっしゃって、その中で自分は今何から取り組むべきなのか、何に、こう、専念するべきなのかっていうことを、まあ、一生懸命考えていらっしゃるのかなっていうのが、こちらの カードから見て取れましてその今考えている最中なので、えー、あなたに対してちょっとこう構ってあげられないというようなあ状態になってしまっているかと思います。 で、えー、最後ですね、こちらのーカードになるんですが、えー、こちらのカードはですね、えーまあ、今回逆位置として出ております。で、このカードが逆位置になった時というのは、その人が持つプライドにですね、えー、焦点が当たります。すなわち、まあ、このカードが今回逆位置で出ているということは、まあ お相手の方が、まあ、自分に対するまあプライドを持っていらっしゃる方だと思いまして、でそのプライドというものも、まあ、時としては何かこう辛い状況をこう突き抜けるために、まあ、必要にはなってくるんですが、それが良くない方向に働いてしまうということもあるかと思います。すなわち、そのまあプライドがあまりにもこう高すぎると、 本来だったら、ま、こう、柔軟に動けて、近道ができるところが、そのプライドがそれを許さなくて、遠回りしてしまうというような、ま、そういったことも、おあるかと思うんですが、今、まさにお相手の方は、ま、後者の方で、その、自分の中のプライドが邪魔をしていて、遠回りな、ああ、選択肢しか、こう、取れていないというような、ま、状態なのかなっていうのが、こちらのカードから読み取ることができます。なので、ま、本来だったら、この、ま、プライドを、ま、捨てることが できればこの目の前にですねたくさん 横たわっている、まあ、懸念点ですねっていうものをすぐにこう、まあ、解消させることができてたのかもしれないんですが、まあ、それをですね、まあ、ちょっとお相手の方のプライドの高さが、まあ、邪魔をしているというか、まあ、それを許させないっていうことですねやっぱりこう自分の力でなんとかこう状況を乗り越えたりとかあまりこう人からのアドバイスとかは受けたくないとか、まあ、そういった、まあ、ちょっとこう塞ぎ込んでいるっていうわけではないんですがどうしてもこう自分だけでっていう考えが強くて まあ遠回りしてしててまっているそのせいで本来だったらもう状況としては片付いていてあなたとこう向き合える状態だったはずなのが、まあ、時間がかかってしまっていて、えー、あなたからするとなかなか自分のことを見てくれていないなっていうような状態にですねつな、えー、がっていたのではないかなと思います。 まあそういった、まあ、お相手の方の考えといいますか、まあ、その状況が邪魔をして、あなたに振り向いてくれていないっていうのが、まず上のカードからは読み取ることができます。 では、下の3枚のカードに移っていくんですが、今、お相手の方は、あなたに対してどんな気持ちで、えー、接しているのか、まあ、どんな思いを抱かれているのかっていうことを見ていきます。で、こちらについては先ほどもですね、お伝えした通り、あなたに対しては、良い感情を抱かれていますので、えー、ま決してですね、まあ、興味がなくなったとか、気持ちが離れていったっていうことはないのかなと思います。 で、えー、まあ、それぞれのカードを見ていくわけなんですが、まずこちらのカードから見ていきたいと思います。えー、こちらのカードはですね、まあ、心温まる交流ということを表すカードになっていまして、まあ、このカードが出ている時の気持ちとか、まあ、あとは感情の部分で言いますと、まあ、本当の目的に気づくとかですね、まあ、あとは愛されていることを知るっていうですね、えー 意味を表すカードになります。すなわち、お相手の方は、あなたからの気持ちにすでに気づかれていると思います。あなたから自分を愛してくれているんだなっていう、そういう気持ちはお相手の方に届いているかと思います。で、気持ちとしては届いていて、まあ、お相手の方もその気持ちに応えたいというふうには思っていらっしゃるんですが、ただ先ほどもあった通り、まあ、目の前にいくつかこう懸念点があるので、なかなかそれを表現できない。あなたに、こう、 伝え返すことができていないっていうのが現状だと思います。まあ、それを表すのがあこの真ん中のカードになってまして、こちらの真ん中のカードはですね、まあ、力を表すカードになるんですけれども、この力というカードはまあパワーを表すというよりかは気持ちとかあとは感情ですね、えー、そういったまあメンタル的な部分のまあコントロールということを表すカードになります。 で、えー、そのコントロールというのも、どちらかというと気持ちの高まりを抑えるというような意味を表すカードになっておりまして、本当だったらこの自分の持つ願望とか、まあ、本心というものを、まああ 素直に表現したいというところを、まあ、それを今はこう、あえてこうコントロール、まあえつけてですね、まあ、制御して、えー、あまりこう見せないようにしているっていう状態を表すカードになっているので、まあそういったあ、まあ、気持ちをあなたにあまりこう見せないようにしているということも関係して、えー、あなたからすると、まあなかなか自分に振り向いてくれていないのかなっていうふうに感じている状態にこう繋がっていたのかと思います。 ただ本音としてはあなたに対してのその気持ちを答えたいってことですね。あなたが伝えてくれている気持ちに応えたいっていうふうには思っていらっしゃるかと思います。はい、で最後のこちらのカードがですね、まあ、先ほどもちょっとお伝えした非常に良い意味を表すカードになっておりまして、このカードは愛を注ぐというカードになります。 で、えー、その愛を注ぐということから、まあ、関係を育むとかですね。まあ、あとは気になる人との交流を親密化させるということを表すカードで、まあ、すなわち、まあ、あなたのことですね。えー、お相手の方は、あなたに対して、こう、愛を注ぎたい。まあ、先ほども、まあ、愛されているということを知った上で、自分もその気持ちを返していきたい。伝えていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。まあ、その愛を注ぎたいという気持ちがまさにこのカードで、えー、本当だったら、 もっともっとあなたとの関係を育んでいきたい、えーまあ、親密になりたいっていうふうに思っていらっしゃるっていうのが、まあ、本音のところからは読み取ることができますので、えー、お相手の方も早くですね、えー、あなたとまあ向き合いたいってことですね。まあ、今、あどちらかというとあなたにはまあちょっと寂しい思いをさせているなっていうふうにもまあ思っていらっしゃるかと思うので、えー、早くですね、この、お 乗り越えなければいけない状況を、えーまあ、脱出して、えー、あなたのもとにこう、まあ、歩み寄っていきたい、近づいていきたいというふうに思っていらっしゃるのではないかなと思います。はい。なので、まあ、全体的な結果としては非常にですね、まあ、良い結果といいますか、まあ、今後はあなたに対しての、まあ アプローチとかも、ま、この状況が片付き次第にはなってくるかとは思うんですが、そこが片付けば、あなたのもとにやってきてくれるかと思います。ただどうしても今はこのプライドが邪魔をしているなっていうのが読み取れますので、ま、いかにこう、お相手の方が、ま、プライドを捨てられるか、ですね、ま、柔軟に動けるかっていうのが、ま、二人の、お二人のですね、関係の発展には鍵となってくるのではないかと思います。 はい、えー、ということでですね、えー、まあ、メインのリーディングをさせていただきまして、最後にですね、こちらのカード、あなたがですね、えー、明日1日を幸せに過ごす上でのアドバイスを伝えてくれているカードを見ていきたいと思います。はい、えー、それではですね、えー、見ていきたいと思います。はい、こちらになります。 はいえー、でこちらのカードはですね、えーまあ、目の前の現実に対して、まあ、飽き飽きとしているということを表すカードになっておりまして、まあ、大事なものをですね、まあ、見失っているとか、まあ、あとはないものねだりということを表すカードにもなったりします。 でまあ、このカードがあー、まあ、今ですね伝えてくれている物事、えー、メッセージとしてはですね、えー、あなた自身がいつもこう何かこう当たり前に過ごしているう物事とかですね、まあでえー、出来事とか、まあ、あとは時間とかがあるかと思うんですが、まあ、その当たり前のことを大切にするということですね、えー、どうせ、えーまあ、これはあ、まあ、一生懸命やらなくても大丈夫だろうっていうですね何かこう、まあ、手抜きっていうわけではないんですけれども 目の前のことに一生懸命取り組まないと、えー、どうしてもこのチャンスですね。まあ、幸運のチャンスを取り逃してしまったりまあ、せっかくですね、えー、あなたが幸せを掴み取るためのまあタイミングとかも逃してしまうということをまあ表しているカードになりますので。まあ。 目の前のこと一つ一つをですね、まあ、手を抜かずに、まあ、一生懸命取り組めば明日一日ですね、えすごくこう幸せな一日を過ごすことができるかと思います。なので、まあ、そこをですね、意識していただけると良いのではないかなと思います。はい。 はい、えー。ということで、A をお選びいただいた方、お疲れ様でしたあ。今回の動画がですね、少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。えー、そして、えー、明日もあなたにですね、幸せな未来が訪れることを私も祈っております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。はい。それでは次に B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 今回のテーマは、あの人の本音から見る、なぜお相手の方は私を見てくれないのか、ということで、あなたが今気になっているお相手の方が、なかなかこう自分に振り向いてくれなかったり、相手をしてくれないのはなぜなのかということをですね、お相手の本音を見ながら、リーリングを通じて見ていきたいと思います。 で今回ですね、まあ、こちらの6枚のカードと、まあ、1枚のカードがあるんですけれども、まあ、こちらの6枚のカードがですね、お相手の方の本音を表しております。 で、まあ、この本音、えー、からですね、えー、なぜお相手の方があ,、まあなたを見てくれないのか、まあ、その理由であったり、今あなたに対してはどんな気持ちを持って、えー、接していらっしゃるのかっていうことを見ていきたいと思います。そのため、まあ、6枚のカードはあるんですが、上の3枚のカードがお相手の方が今あなたをこう、まあ、見てくれていない、その理由をですね、表しております。 対して下の3枚のカードにつきましては、まあ、お相手の方が今あなたに対してどんな気持ちを抱かれているのかですね、まあ、そのまあ本音の部分をですね、表しております。 最後、こちらの1枚のカードについては、まあ、明日ですね、あなたが一日幸せに過ごす上でのですね、まあ、アドバイスを伝えてくれているカードになっておりますので、まあ、今回のこちらのメインのですね、まあ、リーディングが終わった後に見ていこうと思いますので、ぜひですね、最後までご覧いただければなと思います。はい。えー、それでは早速ですね、B をお選びいただいた方のカードを見ていきたいと思います。 えー、こちらのカードになっているんですけれども、まあ、ちょっとカードの位置をですね、えー、直しながらあーそれぞれのカードのメッセージを見ていきたいと思いますので少々お待ちください。 はいえー、それではですね、まあ、カードのメッセージをちょっと見させていただくんですけれども、えー、そうですねはいはい、えー、それではですね、えー、早速、まあ、B をお,お選びいただいた方のですねカードを見ていきたいと思いますでまずですね今回出た結果を見させていただいたところといたしましては まあ、お相手の方がですね、えー、なぜあなた、 を、ま、見ようとしてくれていないのかって言いますと、ま、それは、ま、ちょっとですね、ま、不可抗力が働いているのかなということがありまして、ま、お相手の方にはどうしようもできないような状況が、ま、関係していると言いますか、邪魔をしていて、あなたにこう、ま、向き合ってあげられていないっていうのが、現状なのかなと思います。決して、ですね、あなたに対する気持ちの部分としては、 あまあ変わっていないと言いますか、今もおあなたのことを思われているとは思うんですけれども、まあそれを書き消すかのようなあ、まあ目まぐるしい状況に、まあお相手の方は置かれているのかなっていうのが読み取れまして、まあそれが関係しているのだと思います。 まあ、それぞれのカードを見ながらですね、もう少し詳しく掘り下げていきたいなと思っているんですけれども、えー、まずですね、上の3枚のカードから見ていこうと思います。お相手の方がなぜあなたをこう見ようとしてくれていないのかっていうことについてなんですが、えー、まずですね、えー、こちらのカードから見ていきたいと思います。 で、こちらのカードはですね、まあ、混乱した状況であるとか、まあ、あとは対立に巻き込まれるということを表すカードで、まあ、文字通りですね、今お相手の方が何かこう対立に巻き込まれてしまっているっていう状態を表します。で、それが、まあお相手の方が、まあ、当の本人になっているというよりかは、例えば、あまあお仕事のな、えー、ですね、まあ同僚の方と、方同士の えー、まあ、トラブルの中にこう巻き込まれてしまったりだとか、第三者的な立ち位置でお相手の方がこう、まあ、半ば強引にこう巻き込まれてしまっているというような状態で、まあ、それにですね、すごくこう今振り回されていらっしゃるのかなっていうのが、こちらのカードからは読み取ることができます。で、まあ、そのトラブル、まあ、巻き込まれているトラブルのせいで、まあ、自分の時間をですね、えー、まあ作ることができていないのかと思います。 本来であれば、そのトラブルに巻き込まれていなければですね、まあ、自分の時間、まあ、プライベートな時間を作ることができて、あなたにもですね、こう、 例えばこう会うことができたり連絡をですね返すような時間っていうのがあったのだとは思うんですけれどもそれすらもこうさせてもらえていないような状況にですね今いていらっしゃるのかなとでこの自分の時間がなくなったことによってすごくお相手の方も今戸惑っていると言いますか混乱されているなっていうのがまあこちらのカードからは読み取ることができます。 で、えー、そういった状況の中で、じゃあ今お相手の方が一番何を願っていらっしゃるのかっていうと、やはりこの、まあ、平和的な解決ですね、を一番まあ望んでいらっしゃるのかなっていうのが見て取れまして、えー、それを表すのがこの真ん中のカードになります。 でこちらのカードはですね、まあ、現状維持ということを表すカードでもあるんですがその現状維持というのはそのトラブルが起こっている状態が続いてほしいというわけではもう当然なくてですねそのトラブルに巻き込まれる前の状態ですね、まあ、平和だった時の状態に早くこう戻ってほしいということをまあ思っていらっしゃるのが、まあ、こちらのカードからは読み取ることができますので、まあ、相当ですね、まあ、お相手の方にとっても今の現状というの まあ苦しいものなのではなないいかなと思います、はいまあ少しでも早く、まあ、その、まあ、現状回復っていうことですねをしてほしいとは思っているんですがなかなかですね、えーまあ、お相手の方が主体的になって動けるような状態でもないのかなと思います。というのもこの「現状維持」というカードにはあそのもう一つ意味がありましてその冒険作。 まあ冒険に出るというよりかはんかこう守りの意識ですね、まあ、この安全策を取った方が良いっていうことを表すカードになっていて、えー、まさにお相手の方もですね、まあ、これ以上トラブルを悪化させないためには何かこう大胆な行動に出るというよりかはどちらかというとこう静観しているというような状態ですねの方がいいんじゃないかっていうことで早くこの事態が収拾されるのを待っていらっしゃるっていうのがあ今お相手の方のまあ 現状なのではないかなと思います。はい、まあ、そういったトラブルに巻き込まれているせいで、えー、あなたのことをま見ようとしていないっていうわけではなくて見れないっていうのが状態とし状況としては近いのかなとは思います。で最後のですねこちらのカードを見ていくんですがこちら今回ですね逆位置として出ております。 で、このカードがですね、逆位置になった時に表すものとしては、まあ、欠乏感とかですね、まあ、十分な見返りがないっていうことを表すカードになっております。すなわち、今、まあ、お相手の方が相当ですね、まあ、現状に対して不満を抱かれているっていうことですね。えー、まあ、自分はこう、勝手に、えー、まあ、こう、トラブルに巻き込まれているのに、それに対する、 まあこの見返りとか、まあ報酬とかがなくて、まあ何なんだろうということで、すごくこう現状に対しての、まあ苛立ちというところまではないかもしれないんですが、まあ不満にですね、感じていらっしゃるのではないかなと思います。で、えー、まああとはですね、まあこの、 カードまあ、欠乏感っていうところから何かこうまあ、救いを求めているっていうところもですね、読み取ることができまして、まあ、誰かこの状況を解決してくれるような人にですね、こうまあこの 自分をこう救ってほしいということですね。この苦しい状況から自分を抜け出させてほしいというようなことも、今あまあ、強い願望としてまあ、抱かれているのかなっていうのが読み取れますので、えー、相当ですね、えー、今の状態からは早く抜け出したいなと思っていらっしゃるかと思います。はい。なので、まあこのトラブルですね。巻き込まれているトラブルのせいで、あなたのことをまあ、見れていないっていうのが、あまあ、本音だとは思います。 じゃあそこからですね、じゃああなたに対して今どんな気持ちを抱かれているのかっていうことを見ていきたいと思います。で、こちらについてはですね、非常に良い意味を表すカードが出ておりまして、あなたのことを今も思っていらっしゃるかと思います。まあ、それを表しているのがこちらのカードになるんですが、こちらのカードはですね、愛に溢れるとかですね、まあ、豊かな心ということで、まあ、強い愛情をですね、表すカードになります。 すなわち、まあ、深く愛するとかですね、相思相愛とか、まあ、あとは将来性のある関係ということも表すカードになっているということから、まあ、あなたに対する愛ですね、えー、まあ気持ちの部分に関しては、今もなおですね、まあ、強いものをまあ持っていらっしゃるのではないかなと思います。で、えー、そういった気持ち、たえー、あなたに対する強い気持ちは抱かれているんですが、やはりこのトラブルのせいでその気持ちも、まあ、 見出されているといいますか、まあこうまあ、変なあです、ね、方向にこう向かわされているということもありまして、 えー、それがですね、この真ん中のカードになるんですけれども、こちらのカード今回逆位置として出ておりまして、このカード逆位置の時になりますと、まあ、モチベーションの低下とかですね、まあ、あとは行く手を塞がれるっていうことを表すカードになります。すなわち、今、まあ、あなたに対する気持ちが低下しているっていうわけではないんですけれども、どうしてもこのトラブルにエネルギーとか、あとは、まあ、こう、まあ、パワーとかも,もう持ってかれていっているせいで、本当だったらあなたとの恋愛を 楽しみたいっていう気持ちがそれがまあそがれてしまっているっていうことですね。そのあなたとの恋愛に使えていたはずのエネルギーを今はこう使えていないっていうことから、まあ、ちょっとこうモチベーションの低下といいますかあその気持ちがこう、まあ、邪魔をさせられているっていうのが、まあ、このカードからは読み取ることができます。はい、で、えー、最後のですねこちらのカードを見ていくんですがこちらのカードはですね 本心を隠すということを表すカードになっております。 すなわち今お相手の方が本心を隠しながら行動しているっていうことを表しておりまして、まあ、自分をだまあ、騙しだましですね、まあ、行動しているっていうことが読み取ることができますでその本心をだましているっていうのはあなたに対して何かこう、まあ、本心を隠して接しているっていうわけではなくてこのトラブルに対する行動ですね本当はあなたのことをすごくこう愛したくて、まあ、恋愛をもっともっとこう発展させていきたいという気持ちが あるんですが、今はその本心とは真逆の行動ですね。えー、まあ、全然恋愛に関係のないようなことにこう。 自らをこう犠牲にしなななけければいけないいとううような、まあ、そういったまあ本心とは違う行動をしてしまっているっていうことをまあ表すカードになっているので、まあ、そういったまあ自分の気持ちに素直になって行動ができていないところに対するフラストレーションですねい、まあ、苛立ちのようなものも感じていらっしゃるかと思うので、まあ、早くですねお相手の方としてはあ,あなたとの恋愛をまあ望んでいらっしゃる恋愛をこうまあ楽しめるような状況になりたい と思っっていらっしゃるのではないいかななと思いますなので、まあ、お相手の方がこう自分のことをまあ見てくれていないっていうふうにまあ心配していらっしゃるかとは思うんですがお相手の方はあなたに対する時間とかまあ向き合えるようなことができていないのかもしれないんですが気持ちとしては今もなおあななたに向いていいてるかと思います、はい、なのでまあ2人の関係がまあ発展していくためにも早くこの巻き込まれている状況がです、ねまあ、落ち着くっていうことを えー、落ち着くということがですね、まあ、一番になるんですけれどもどうしてもお相手の方としては自分からはこう動けないっていう状態なので、まあ、このトラブルがこう静まるまではまあ少しですね、まあ、関係性としてはまあ平行線をたどるかもしれないんですがただその状況さええーまあ、抜け出すことができればもともとあなたに対するです、ね、強い気持ちは抱かれているので、まあ、お二人の関係としてはどんどんです、ねえー、発展していくのではないかなと思います。 はい、えー、ということでですね、えー、今回、まあ、メインのリーディングをさせていただいたんですけれども、えー、最後ですね、えー、こちらのカードを見ていきたいと思います。えー、あなたが明日1一日をですね、まあ、幸せに過ごす上でのアドバイスを伝えてくれているカードになります。それでは見ていきます。はい、えー、こちらのカードになります、えー。このカードはですね、月のカードの逆位置になります。 でこの月のカードが逆位置になった時というのは、悩みが解決される時が近いということを表すカードになります。 すなわち今あなたが悩んでいることがもう少しで解決するということを暗示してくれているカードになっているのでえあなたが今不安に思っていることやまあ悩んでいることまあ今回で言うとお相手との関係のことかもしれないんですけれどもまあそういった悩んでいることがまあもう少しで解決するということを伝えてくれているのでえ何かこう悩んでいることとか不安に思っていることからこう目を背けずにですねまあしっかりとこの直視すれば 問題の解決が近いということを伝えてくれているカードにもなりますのでそのお、まあ、何かこう自分の頭を悩ませていることからこう逃げずにですね、まあ、真正面からこう向き合っていくと、まあ、幸せなですね一日を過ごせるかと思います。はい はい、えー。ということでですね、えー、B をお選びいただいた方、お疲れ様でしたあ。今回の動画がですね、少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。そして、えー、明日もですね、えー、あなたに幸せな一日が訪れることを私も祈っております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。はい。 ということで、今回はあの人の本音から見る、まあ、なぜ、えー、あの人はあ私を見ようとしてくれないのかというテーマでですね、えー、リーディングをさせていただきました。リーディングの内容はいかがだったでしょうか動画の内容が少しでもあなたのお役に立てれば幸いです。えー、今回の動画としては以上となるのですが、最後に一つだけお伝えしたいことがございまして、えー、現在個人鑑定を行っております。 いつもご覧いただいているこちらの YouTube チャンネルでは、一、まあ、つのテーマに対してですね、まあ、大勢の方に向けてリーディングを行っているんですが、個人鑑定ではあなたが今まさに気になっているお相手の方との今後の関係性や、まあ、復縁の可能性など、まあ、様々なお悩みであったり気になることについても鑑定をさせていただいておりますので、もしご興味がありましたら、個人鑑定もご利用いただければというふうに思います。 個人鑑定につきましてはこの動画の下の概要欄に詳細を記しておりますのでそちらをご確認いただけますと幸いですそれでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました